平野紫仕様の再デビュー曲爆売れ ?K-POP 路線で狙うはジャニーズ潰し。皆さん、こんにちは。音楽業界の興奮が再び高まっています。今回は元ジャニーズアイドル平野紫仕様の再デビューに関する興味深い情報をお伝えします。彼が新たな音楽路線で狙うもの、そしてその背後に潜む戦略に迫ります。 その動向は、業界に大きな波紋を広げていることでしょう。日本のエンターテイメント界において、ジャニーズ事務所は長らくその影響力を保ってきました。しかしながら、滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテイメントプロジェクト、トべ、の台頭により、風向きは変わりつつあります。滝沢氏が率いるトべは、既存のエンターテイメントの枠を超えて新しい才能を育て、 多様な音楽スタイルを追求する場として注目を浴びています。今年7月16日、18歳の大統立期が飛べへの介入を発表しました。ジャニーズ JR としての活動を経て、新たなエンターテイメントの舞台に飛び込む大統。その背後には、滝沢氏の信頼とともに、ジャニーズを離れても輝き続ける才能を生かす新しいステージへの挑戦が見え隠れします。 トベの一員として加わった大統立期に続いて、元 V6 の三宅県、元キング、リンチェの平野仕様と神宮寺由太、そして、元ジャニーズ JR グループインパクトオル7人が新たなグループ E として介入を発表しました特に注目されるのが、平野仕様の再デビューと彼の新たな音楽路線です。 ヒラの仕様は、ジャニーズ時代に CD デビューのチャンスを得られなかったが、新たなプロジェクトにおいて再び注目を集めています。彼の新曲、クルージン、クルージンは、K、K-POP 界で著名なクリエイターたちとのコラボレーションによって生み出され、その楽曲は新しい音楽の領域への突破口となることが期待されています。 ジャニーズつぶしという挑戦的な目標の元平野仕様は K-POP 路線で新たな音楽活動に取り組んでいます。伝統的なジャニーズの楽曲スタイルと一線を画し、国境を越えた音楽への挑戦が彼の新たな魅力を引き立てています。その狙いは大胆かつ斬新であり、ファンたちの期待が高まることは間違いありません。結論。 戸辺の台頭と平野仕様の再デビューによって、日本の音楽業界には新たな風が吹き始めています。従来の枠組みにとらわれず、才能あるアーティストたちが、多様な音楽スタイルを追求し、世界へと挑戦していく姿勢は、これからのエンターテイメントのあり方を変えていく可能性を秘めています。 読者への挨拶、これからもトべの動向や平野仕様の音楽活動に注目していきましょう。日本の音楽シーンがこれほどまでに進化する瞬間に立ち会えることはまさに特別な瞬間です。今後の展開に期待して私たちはエンターテイメントの未来を一緒に見守っていきましょう。